タイトル、こんな時どうする。障害者への合理的配慮、望ましい対応。スタジオから伝えるキャスター、こんにちは、井上亜美です。今日は障害を理由とする差別をなくし、障害のある人もない人も共に生きる共生社会を作るにはどうすればよいかを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。詳しくお話をお伺いするために、埼玉県福祉部障害者福祉推進課の岩崎さんにお越しいただきました。岩崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法と、埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例、いわゆる埼玉県共生社会づくり条例が施行されました。はい、共に平成28年4月に施行された法律と条例です。法律にも条例にもある社会的障壁とはどのようなものを指すのでしょうか。はい、それを理解していただくために井上さんに体験していただきたいと思います。ということで、実は私、障害のある皆さんに協力していただいて体験してきましたので、 VTR をご覧ください。街の中、竹内さんと一緒に車椅子に乗って街の中を移動してみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。井上さんが車椅子に乗り込み、竹内さんと一緒に街を移動する。行きましょうか。はい。最近はバリアフリーが進んで車椅子でも移動がしやすくなりました。そうなんですね。はい、結構でも乗りやすいですね。あ、本当ですか。はい、入り口の手前が階段になっている店の前、このお店に入ってみましょうか。あ、はい。すみません、お店に入りたいんですが。申し訳ありません、階段があるんで入店できないんです。そうなんですか。すみません。わかりました。入店断られちゃいましたね。そうですね。会議室、聴覚障害のある岡野さんと一緒にある会議に出てみたいと思います。岡野さんに手で合図し、着席することを促す。よろしくお願いします。チャイヤス。あ、だったら別に男の関係なく、言葉だけの会議のため、耳の聞こえない岡野さんには内容がわからない。岡野さんはメモ帳に手話通訳はの文字を書き、井上さんに見せる。すいません、手話通訳がいないと会議の内容が分かりませんよね。別の会議に出てみたいと思います。井上さんと岡野さんは聴覚障害者の方々の会議に出席する。手話による意見交換が行われ、今度は岡野さんも積極的に参加している。反対に井上さんは内容が分からず困った表情。手話通訳が必要なのは聴覚に障害のある人の方だけだと思っていましたが、私が必要な場合もあるんですね。街の中、視覚障害のある長根さんは盲導犬と一緒に生活をされています。グッとグッと。そのハーネスの取り付け取り外しはご自身でお家でやられるんですよね。そうですね、うん、簡単に取り外しができるので、ここにホックがありまして、はいはい、ちょっとだけ外してみますね、はい、こういう風に。あ、そんな簡単に外れるんですね、はい、そのハーネスの長さはご自身のなんかあるんですか、長さが。その犬の歩くスピードと、はい、その人の歩くスピードなどで、はい、訓練士さんが計算してハーネスの長さを決めてくれます。一番ちょうどいい長さでガイドできるような、はい、そうです、そうです。二人はあるレストランの前までやってくる。すみません、入れますか。申し訳ございません、うちは動物連れの方はお断りしてますので。盲導犬は入れるはずですよ。すみません、決まりなので。そうですか、じゃあ違うところを探してみましょうか。わかりました、はい、入店を諦める2人。スタジオ、井上さん、いかがでしたか。機能の障害を車椅子や盲導犬で補っても、社会の側がそれを妨げて生活上の障害を作り出しているように感じました。それを社会的障壁というのですね。
それから手話通訳は聴覚障害のある人にとって必要なものだと思い込んでいましたが、私が手話を理解するためにも必要であることが分かりました。そうですね、相手の立場に立ってみるといろいろと見えてくるものがありますよね。障害のある人もない人も生活しやすい社会にすることが必要ですね。障害者差別解消法と埼玉県共生社会づくり条例に基づいて、先ほどの私の体験を解説していただけませんか。はい、一つ目の車椅子の事例と二つ目の手話通訳の事例は合理的配慮の提供が求められている事例です。そして三つ目の盲導犬を連れての入店を断った事例、これは不当な差別的対応の事例です。同じように見えても違いがあるんですね。そうですね、それでは障害者差別解消法に基づいて説明させていただきます。こちらをご覧ください。この表は行政機関と事業者に対し禁止すること、法的義務や努力義務になることを表しています。行政機関や事業者に対するということは個人には関係ない法律なんですか。はい、全ての国民が障害を理由とする差別の解消に努めることが求められています。なるほど、この表の不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供というのは何ですか。まず不当な差別的取扱いの禁止について説明します。不当な差別的取扱いとは、障害があることを理由にレストランの入店を拒否したり、スポーツクラブなどへの入会を断ったり、不動産会社がアパートなどの部屋を貸さなかったりするような行為のことを言います。障害を理由として拒否したり制限したり条件をつけたり、障害のない人には行わないような扱いをしてはいけないということですね。その通りです。そしてもう一つの合理的配慮の提供ですが、言葉の意味が分かりにくいと思いますので先に定義を紹介します。合理的配慮の提供は、障害のある人やそれを代弁する人から社会的障壁を取り除くことを必要としているという意思が示された場合に、社会的障壁を取り除くための合理的配慮をしなければならないというものです。例えば先ほどの車椅子の体験の例では、お店に入るために車椅子を階段の上まで上げることができるようにすることです。ただしその実施に伴う負担が過重でないときとされています。先ほどの高齢の店主一人ではできませんが、他に手伝ってくれる人を呼んでくるとか、スロープを渡すなどのことが考えられます。社会的障壁というのは具体的にはどういうことですか。井上さんも体験したように、障害のある人は日常生活の中でいろいろな制限を受けています。例えば車椅子では通れない段差、障害のある人は入会できないという対応、講習会の申し込み先が電話番号しか書いていないため聴覚障害の人は申し込みができないなど、障害のない人が気づかないことでも障害のある人にとっては生活上の障壁になることがあります。このような社会における環境や制度、観光観念などを社会的障壁と言います。つまり障害のある人やそれを代弁するご家族、支援者などから意思の表明があったときに、その社会的障壁を取り除くことが求められるんですね。その通りです。では合理的配慮の提供がどのようなものかを事例で確認していきましょう。イラストを見て合理的配慮の提供に当たるかどうかをイエス、ノーで考えて答えてください。はい。障害のある人の障害特性に応じて座席を決める、意思を伝え合うために絵や写真のカード、タブレット端末などを使う。皆さんはいかがでしょうか。私は両方ともイエスだと思います。そうですね、今の2つは合理的配慮を提供している事例だと言えます。ただし合理的配慮の提供方法は一つとは限りません。また申し出のあった方法では対応が難しい場合でも、お互いに話し合い、それに代わる案を含め柔軟に対応することも大切です。
合理的配慮の内容は障害のある人と話し合いながら決めることが重要なんですね。そうなんです。ただし合理的配慮にはちょっと難しいことがあります。どのようなことでしょうか。障害者差別解消法の条文を見てください。第8条2項にその実施に伴う負担が過重でないときとありますよね。負担が過重というのは。車椅子の体験事例を思い出してください。高齢の店主が一人で車椅子を持ち上げて階段を上がることはできませんが、他の店員を呼んできたりして何人かで車椅子を持ち上げ階段を上がることはできそうですよね。申し出に対応できる方法があるのに答えないと合理的配慮の不提供ということになります。一方この階段を上がるためにエレベーターをつけてほしいということになると、お店の経済的な負担が大きすぎてそこまでするのは難しそうです。なるほど。それが負担が過重な時ということなんですね。はい。ただし負担が過重であることを合理的配慮を提供しないための安易な言い訳として使わないようにしなくてはなりません。お互いに話し合い他に代わる案を考えることが大切です。例えば少し遠回りすればスロープがあるとか、手伝ってくれる人を探すかなど、さまざまな可能性を検討していただきたいですね。そしてどうしても対応が難しいようでしたら、きちんと理由を説明して理解を得られるように努めることが求められます。合理的配慮はケースバイケースというか、状況によって望ましい対応が変わってくるものなんですね。その通りです。合理的配慮は個々の事例によって違いますから、これを合理的配慮だと一概には言えません。合理的配慮は今後さまざまな事例が積み重ねられて、これなら合理的配慮を提供できるという社会が作られていくと思います。今後も合理的配慮の提供事例やアイディアを増やして共有していく必要がありますね。ここで先ほどの障害者差別解消法のポイントの表をもう一度ご覧ください。合理的配慮を提供することは事業者は努力義務ですが、行政機関は法的義務があります。また障害者差別解消法では関係職員に対する研修などの環境整備も定めています。人も環境の一部ですからね。今後も研修を続ける必要があるということですね。埼玉県は障害者差別解消法を受けて埼玉県共生社会づくり条例を制定しました。共生社会とは障害を理由とする差別をなくし、障害のある人もない人も分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら地域の中で共に暮らすことのできる社会のことです。誰もが安心して暮らしていけるといいですね。そうですね。私も含めて一人一人が障害のある人への合理的配慮の提供について理解することが、誰もが暮らしやすい共生社会を作ることになります。ここからは3つの事例を通して主に合理的配慮とはどのようなものかを見ていきましょう。どのような対応をすればよいかよく考えながらご覧ください。まず1つ目の事例です。ランチ時のレストラン。視覚障害のある人がレストランに来ました。ちょうどランチ時、お店は混んでいます。視覚障害のある方は盲導犬を連れている。この時店員さんはどのように対応すればよいでしょうか。ここでビデオを一度止めて考えたり話し合ったりしてみましょう。すいません。障害を理由に帰ってもらったり、席が空いているのに待ってもらったりするのは障害者差別解消法で禁じられている不当な差別的取り扱いになってしまいます。店員が店内に案内する。障害のない人と同じ対応をすることが基本であり、席の希望などをお聞きしてからご案内するようにしてください。ありがとうございます。テーブルまで案内する。はい、そのカム。さて、視覚障害のある人を店内にお連れしたところ、別のお客様から声をかけられました。すいません、はい、
そのお客様は犬の毛アレルギーがあり、近くに来られるのは困るということです。この時、店員さんはどのように対応すればよいでしょうか。では、ここでビデオを一度止めて考えたり話し合ったりしてみましょう。すいません。どちらか一方の事情だけを優先すると、もう一方にとっては不利益な対応になってしまいますね。ここでのポイントは、双方の事情をきちんと説明して、双方が納得できるような対応を考え、了承していただくことです。わかりました。店員が離れたテーブルに案内する。双方のお客様に状況を説明して、例えば離れた席に座っていただくなど、双方の事情に配慮したサービスを提供することが求められます。ぐっと左側の下に荷物置きがございますので、お使いください。ありがとうございます。店員さんが展示のメニューを渡しました。このお店では視覚障害のある人のためにこうした合理的配慮もしているようです。障害者差別解消法第5条では、合理的配慮を的確に行うための環境整備に努めるように定めています。展示メニューを用意しておくのも環境整備の一つといえます。では次の事例です。会場の受付。聴覚障害のある人がある講演会に参加したいと思い、主催者に手話通訳者の有無を確認したところ、今のところ予定していないということでした。残念そうな聴覚障害者。では主催者はどのように対応すればよいでしょうか。ここでビデオを一度止めて考えたり話し合ったりしてみましょう。手話通訳者を用意してほしいとの意思の表明があり、負担が過重でない場合、行政機関には合理的配慮として手話通訳を用意する義務があります。また民間事業者の場合は、手話通訳者を用意するように努めていただく必要があります。講演会当日。さて、講演会に手話通訳者が配置されることになり、聴覚障害のある人は講演会場に出向きました。会場の後ろの席に案内される。ところが用意されていた席は手話通訳者が見えにくい位置でした。皆さんご存知だと思うんですけど、善玉菌とか。また手話通訳者へのライトの当たり方が不十分で暗く、手の動きが見えにくい状態だったため、内容がよく理解できませんでした。この時主催者は手話通訳者の配置に加えて、どのような合理的配慮をすればよかったでしょうか。ではここでビデオを一度止めて考えたり話し合ったりしてみましょう。最前列の席に案内される聴覚障害者。主催者は手話通訳者の姿がよく見えるような位置の座席を用意し、手話通訳者が明るく見えるようライティングにも配慮をしなければならなかったのです。手話により内容が理解でき、講演会を楽しむ聴覚障害者。合理的配慮の提供を適切に行うためには、相手の立場に立って何をすればよいかを考えることが大切です。物理的な問題を解決することだけではなく、障害のある人の立場に立って想像力を働かせ、より良い環境を整備するようにしてください。では最後の事例です。あるお店の前。車椅子を使っている方が入り口の前に階段のあるお店に入ろうとしています。正面からお店に入るには階段を使うしかありませんが、裏にある従業員用の入り口にはスロープがあり、それを使えば車椅子でも入ることができます。車椅子の方は入り口の前に立つ店員に中に入りたいことを伝えましたが、申し訳ございません、入り口が階段となっておりますので車椅子の方のご利用は難しくなっております、と断られました。この時店員はどのような合理的配慮をすればよかったでしょうか。ではここでビデオを一度止めて考えたり話し合ったりしてみましょう。すみません、
はい。車椅子であることを理由に入店を断るのではなく、相手の立場に立って何をすればよいかを考えることが大切です。裏口にスロープがございますね。この事例では従業員用であることをお伝えした上で、裏口のスロープを使って入っていただければ、車椅子の方もお店の中に入れたはずです。事例では裏口にはスロープがあるという設定でしたが、そうでなくても車椅子を階段の上まで上げることを手伝ってくれる人を声をかけて集めるなどの対応も合理的配慮と言えます。スタジオ、3つの事例を見てきて、合理的配慮がどんなものなのか分かってきたような気がするのですが、どれをとってもこうしなければならないというものはないようですね。そうですね。合理的配慮は様々な障害の特性や具体的な場面、状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものなので、こうすればよいという正解を示すのが難しいものなのです。確かに障害のある人たちが遭遇する社会的な障壁には様々なものがあり、全てを定型的に対応するというのは不可能ですからね。例えば物理的環境への配慮としては、車椅子利用者のために段差にスロープを設置するとか、講演会などの場面で障害の特性により頻繁に席を離れる必要がある場合、会場の座席位置を扉付近にするなどがあります。また意思疎通への配慮としては、筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字などのコミュニケーション手段を用いるとか、知的障害のある人が会議に参加する際に障害の特性に合わせて本人が会議の内容を理解しやすいように言い換えて説明する支援者を同席させることや、内容がわからないときにイエローカードを掲げて説明し直してもらえるようにするなどの工夫をすることなどが考えられます。そしてルール、慣行などに対しての配慮としては、車椅子で満員電車の通勤が困難な場合に出勤時間を調整することや、列に並んで順番を待つことが難しい障害のある人に対しては、周囲の理解を得た上で一旦列から離れてもらい、順番が来たら携帯電話を鳴らして知らせ、来てもらうことなどが考えられます。こうした具体例を参考にしながら、障害のある人にとっての社会的障壁を取り除くことが大切なのですね。その通りです。個々の場面に応じた合理的配慮の提供が重要なのだと思います。障害者差別解消法では、障害を理由とする差別に関する相談に的確に応じるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止、または解決を図ることができる体制の整備が求められています。埼玉県内の状況はどうなっていますか？はい、県内のすべての市町村に相談窓口が設置されています。各市町村の相談窓口では、不当な差別的取り扱いや合理的配慮の不提供などの相談に応じています。また県でも広域専門相談員による相談窓口を設置していますので、何かお困りのことがありましたらご相談ください。障害を理由とした差別をなくすには、努力を継続することが必要です。その先には、障害のある人もない人も分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら暮らすことができる地域社会ができるはずです。力を合わせ、共生社会を築き上げましょう。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。埼玉県福祉部障害者福祉推進課